札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズセパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右のバーヘイゲン、対するドラゴンズの先発は左の小笠原、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でワゴン第9投げた初球から打ってった取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして1対0ファイターズまずは先制しています。ファイターズ追加点のチャンスです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で清水投げた打ちました初球打ちセカンドゴロゲッツーになるかセカンドフォースアウトアウトゲッツーファイターズなおもチャンスが続きます。第9投げたアウトローを見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球危ない球、第4球はボール、次は5球目投げました打ちました掴んでこれで3アウトになります。ファイターズ2アウト3塁のチャンスでしたが得点で、ファイターズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で近藤、フラワーはボール投げましたストライク、胸元厳しい球、第3球を投げました打ちましたショートライナー、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました外角高め外れてボール、さあ次の投球危ない球、第3球を投げましたボール、次は4球目投げたストライク、1球見送りました。第5球投げた見送ってストライク、第6球を投げた流し打ちどうだファール、第7球は打った強い当たり伸びた伸びていった入った、第8号ツーランホームラン、渾身のストレートを完璧に捉えました。反対棒のアーチ、素晴らしい一発をベンチも祝福。さあリプレイです。小笠原降板、右の藤島今日2人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか、第9投げた見送ってストライク、第2球投げたインコース高めストレートは外れてボール、第3球打ちました取ってこれで3アウトチェンジ。ファイターズランナー1塁2塁残塁、ファイターズさあチャンスをものにできるか、第2球投げました打ってこれは強烈さらに伸びていく取りました、これで3アウト、チャンスを潰します。ファイターズここはさあバッターとしてはチャンスをものにしたい。ドラゴンズここは中間守備を取りました、投げました外角高め見送ってストライク、いきなり151キロ、第2球投げましたストレートはもう、第3球を投げましたインコース低めツーシームは外れてボール、さあ4球目流し打ち1・2塁間へ破ってった、ボールは中継ファイターズ1点入りました5対0、今日元気のない清水、第1球投げましたインロー見送ってストライク、いきなり153キロ、第2球投げた打ちましたファールボール、投球はこれから3球目見送ってボール、投げた打ちましたファール、さあ投球は5球目打った上げて下がったセンター前のヒットになります。清水ナイスバッティングです。初安打、ワンアウト満塁となりまして石井第9投げた低めいっぱいストライク、まずは見送りました。第2球投げた危ない球、
投げた、内側いっぱい、決まってストライク。第4球を投げました、打った、ライナーだ、レフト前のヒットになります。レフトバックホーム、ファイターズさらに突き放します。石井タイムリーヒット、今日初めてのヒットになりました。さあワンアウト満塁という場面で太田、今日はここまで4打数1安打。もう第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、ファイターズこの回4点目、太田タイムリー、ファイターズなおもチャンスが続いています。第9投げました、見送ってストライク、初球ストライクだ、打ちました、ショートバウンド、ボールを取った、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。8回までが終了しまして8対0です。ファイターズ快勝しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は、札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズセバ交流戦2回戦の模様をお送りいたします。ファイターズの先発はルーキーの伊藤、対するドラゴンズの先発は右の岡野、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。ファイターズここはなんとか追いつきたい、ワンアウトランナー二塁という場面で近藤、第9投げました、初球を打ちました、ショートの右、強打、掴んだ、アウト、ファイターズなおもチャンスが続きます。さあチャンスが広がって中田、第9投げた、見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打った、阿部ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。三塁ランナー磯畑、残、ファイターズここはなんとか追いつきたい、ワンアウトランナー二塁という場面で野村、第9見送ってストライク、第2球投げた、もう投げた、打った、いい当たりだ、ボールはライナーでセンターへ、掴みました、ボールは中継、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。
球、完全に外れたボール。第2球打った、流し打ち、ヒット、ライト前ヒットになった、バックホーム、間に合うかどうか、二塁ランナーホームイン、ファイターズ1点返しました。リプレイをご覧ください。ファイターズここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で近藤、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、ボール、投球はこれから3球目、危ない球、さあ4球目、近藤選んでフォアボール、ストレートのフォアボール、バッターは4番中田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、初球を打った、あっと、いいフィールドフライ、セカンドを落下点、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9投げました、流し打ち、どうだ、ファール。第2球投げました、縦のスライダーはストライク。第3球ボール、第4球を投げました、打ちました、セカンド左への打球、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレー、ファイターズランナー一塁二塁残塁、ファイターズ同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で石井、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、打ちました、打球は三遊間へ、一塁送球、ファイターズ1点返しました。ファイターズなおもチャンスが続いています。ここまで2安打の磯畑。第9投げた、初球から打って取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。4回までが終了しまして3対2、ファイターズこの回1点を返しています。ファイターズ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、ワン、投げた、外れた、ボール。第2球投げた、打った、左中間のフライ、掴みました、ボールは中継、これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9投げた、初球打ってきた、クリーンヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、まずは同点、タッチはアウト。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。最後はいい守りを見せてくれました。ファイターズ悔しい敗戦です。さて今日のヒーローは勝利投手の祖父江、本当に今日は大活躍でした。
お待たせいたしました。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズセパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発は左のアーリン、対するドラゴンズの先発は右の福谷、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。ファイターズ先制のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面で西川、第9投げた、初球外れてボール。さあ次の投球、ここは振ってきました。三塁線点点としている、一塁へ送る、一塁セーフ、記録はヒット。ファイターズなおもチャンスが続きます。第9投げました、ボール、まずは外角高め。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、打った、一二塁間への当たり、阿部取った、一塁送球。ファイターズまずは1点先制、1対0。バッターは指名打者太田。第9投げました、打ちました、初球打ち、あっと抜けた、ライトバックホーム、太田いいバッティングを見せました。ファイターズなおもチャンスが続いています。第9投げました、内角ギリギリいっぱい、ストライク。第2球インコース引っ張った、打球はレフトの左へ、アルボー、追い込んで投げた、ボール、内角高め。さあ4球目、ツーシームはボール。次が5球目、内角高め、空振り三振。右バッターボックスは6番野村。第9投げた、速球ストライク、インハイへ。第2球投げた、打ちました、アット左中間、どうだ、ヒット。太田二塁回って三塁へ、ファイターズさらに1点追加、野村タイムリーヒット。ファイターズなおもチャンスが続きます。さあ2アウトランナー1塁3塁という場面で杉谷、第9初球を打ちました、ヒット、センター前ヒットになった。ファイターズさらに1点追加、3対0。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ追加点のチャンスにバッター石川、背番号68、第9投げた、ボール。第2球ボール、ボール。第3球を投げた、打ちました、三遊間の打球、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして3対0、ファイターズ先制点を挙げています。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で西川、流し打ち、切れていきます、ファール。初球ファールから第2球、ボール。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった、ボールは中継、ファイターズ1点入りました、4対0。リプレイをご覧ください。バッターは3番中田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9決まった、ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ライナー、クリーンヒット、ボールは中継、中田ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。第9初球見送ってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから第2球スライダー、ボール。投球はこれから3球目、インコース縦のスライダー外れてボール。次は4球目、投げました、ストレートはボール。次は5球目、打った、右中間へ持っていきましたが、これはヒットになります。ボールは中継、ファイターズさらに1点追加、5対0。福田交番、右の鈴木、今日2番手としてマウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、危ない球。第2球投げた、打ちました、
にボールが上がっている。取りました。ボールは中継。これで2アウト。ランナーは一塁二塁変わりません。第9球投げた。カットボールはボール。まずアウトコース低め。第2球投げた。見送ってストライク。投球は3球目。投げた。ツーシーム見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。ボール。第5球投げました。打ちました。ビシエド掴んで、これで3アウトになります。2回の裏が終わりまして5対0、ファイターズリードを5点としています。ファイターズ見事勝利です。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は5対2ファイナル。